どうも霊夢です。どうも魔理沙だぜ。今回はプロセカ2周年記念カラフェス実況の依頼が来たから引いていくわよ。今回のカラフェスは6人の新規メンバーに加えて好きなキャラを4人ピックアップメンバーにできるんだな。もちろん選ぶのは、水木、全部水木じゃねえか。残り1枠はフェス限メンバーで固定だから水木ちゃん選べないわね。ここは未だ星41枚も獲得できていない真冬ちゃんをピックアップさせておくわよ。さあ準備は整った、いざ戦場に突撃だぜ。と言っても星4提供率が通常の2倍となるからフェス、10連目から早速確定演出ね。そういや結局のところ今回は誰を1番に狙ってるんだ。トリマ全員ね。大雑把すぎだろ。ちなみに今回は何連引く予定なんだ。とにかくいっぱい引きたいわね。だから大雑把すぎだろ。とりあえず今回は100連ざっくり回していくわよ。さあまず星4のトップバッターを飾ったのは上白くん。今回の新規メンバーの一人だけどピックアップされてない方のルイくんね。それじゃあ新規ルイくんのイラストを見ていくぜ。さすが2周年イラストというべきか。特訓前と特訓後のギャップがすごすぎるわね。とても高校生とは思えないビジュアルしてやがるぜ。それじゃあもう一人の男性陣のアキトくんも見ておくわよ。誰もがこのベロ出しアキトに3度は興奮しちまっただろうぜ。私の体もその下で1ペロされたいわね。アキト様のベロ様を何だと思ってるんだ。アキト様のベロ様は花びらを乗せるためにあるんだよ。さて10連目は星4のルイくんと星3の水木ちゃんとエナちゃんも初ゲットね。ガチャも頻繁に引くわけじゃないから星3の初ゲも多めだぜ。さあ3連続星4確定演出。まずは1枚今回の限定メンバーを当てておきたいところね。ところで今回の新規メンバー魔理沙は誰が一番好みかしら。どのイラストもクオリティはトップクラスで非常にキメがたいが、初音ミクのイラストが特訓前特訓後もかなり好きだぜ。特訓前では涙を流すミクちゃんをこんな企画で見れるなんてかなり新鮮ね。特訓後イラストも限定、ヘアスタイルもめちゃくちゃ可愛いし、座っている姿勢のせいかほんの少し露出されている太ももの部分に目がいっちまうぜ。さあここで確定枠の星4登場ね。おお、こいつは最初にピックアップメンバーに加えた水木じゃないか。神校文化祭のイベントの時に登場した星4ね。その神校文化祭も近々リアルイベントとして開催されるし、ゲームもリアルもかなり盛り上がってるな。さあまずはピックアップ1枚取れたけど、やはり限定が欲しいところね。ここでついに通常演出ができまったぜ。100連も回すってなるとどこかで1回は悪い流れが来るわよね。えてか今一瞬映った真冬ちゃん可愛すぎない。うさ耳なんて恥ずかしがってつけるようなキャラが多いイメージだが、朝日奈ちゃんは特に何も感じてないんだろうな。30連目は何も起きないからどんどん引いていくわよ。さあ連続で通常演出、昇格さえなければ今回も何も起きなそうだぜ。それじゃあ今のうちに他の新規メンバーのイラストも見ていくわよ。今回の朝日奈ちゃんのイラストやっぱり特訓前後で雰囲気が違いすぎるぜ。限定ヘアスタイル試着で見てみたけどこれはかなり欲しいわね。特訓前イラストは子供の前で笑みを浮かべてるから綺麗な朝日奈さんになってるのか。でも目には光がほとんど灯っていないようにも見えるわね。これは完全に裏の朝日奈さんというよりは、やや裏の朝日奈さんとして子供と接してそうね。イベストでこのシーンを田辺さんがどのような演技をされてるか見ものだぜ。続いて50連目、これが終われば早くも折り返しね。またしても通常演出、そろそろこの流れを打ち止めて欲しかったがと思ったら昇格してるじゃない。久しぶりの星4メンバー、今回の限定メンバーであってくれ。未だ星4も持ってないし、ヘアスタイルも可愛い朝日奈ちゃんが一番の当たりってとこかしらね。それでもルカミミクにアキト様、しずく様、ルイ君、本当に誰が出てきても大当たりだぜ。未獲得の水木ちゃんでも大歓迎よ。あ、ダメだ、確定演出からの星4排出までのこの時間のドキドキ感たまらん。私とアンちゃんとの秘密だね。アラコハネちゃんとっても可愛いわね。新規ではないがウプ主枠推しになってもおかしくないぐらい好きらしいから十分当たりだろうぜ。ここの昇格演出で勢いづいていきたいけどどうかしら。流れなんてなかった。もう半分切ってるけど未だ限定メンバーは0枚。このまま未獲得で終わってしまうのかしら。カラフェス確かに星4率は素晴らしいが限定の排出はなかなかお目にかかれないぜ。おお、これは桜を見に行った時の奏ちゃんかしらね。桜のピンク色と奏ちゃんとの色合いの相性抜群すぎる。めちゃくちゃ綺麗だぜ。ピンクといえば今回のルカさんは特訓後イラストかなり印象変わるわね。特訓前イラストは馴染みのある姿だが特訓後はもう女王様だぜ。特訓前も特訓後も手で何かを撫でているようだけど私もルカさんに撫でられたいわ。さあまたしても連続通常演出。途中で昇格を挟んだけど流れは全然良くならないわね。心配しなきゃいけないわけ。このエナナンは10連目で初ゲットした時のだな。もうかぶるなんて、エナナンは動画に出たがりなのね。こんな動画でなくてもエナナら自撮りで十分人気出るだろ。実はこれも自撮りしてるのよね。自撮り魂強すぎだろ。さあ久々に来たわよ確定演出。そろそろ限定メンバーを見せてくれ。確定演出が出た時、それがプロセカのガチャ最高の瞬間ね。明日もリラックスして頑張りましょうね。おーおー、ついに来たぞ今回の新規しずく様。映ってる3人とも可愛すぎね。そして饅頭が美味しそうすぎる。私の饅頭の姿も食べてもらえないかしら。今まずそうな饅頭しずく様の顔に近づけるな。特訓後イラストも相変わらず超絶美人ね。この衣装でカラクリピエロとか踊らせたらかなり似合いそうだな。
そして星さん枠は天まさきちゃん、こちらも初ゲットね。80連目にしてようやく新規限定メンバーを獲得。そしてここに来て連続で確定演出。残り引く回数はだいぶ減ってきてるけど勢い乗り始めたんじゃないかしら。さあ排出された星4は1枚、一体選ばれるのは誰なんだ。あやべ飛ばしちゃった。あれ今なんか聞こえたわね。いやそんなことより今のあるかねえじゃねえか。今回の限定メンバーのしずくさんに続きに連続で限定メンバー打ち抜けるなんてかなり乗ってきてるわね。それなのに貴重な当たり演出をスキップしちゃうなんて。連続確定演出に興奮してタップしすぎたんだろうな。これはうぷ主にガチャ動画の撮り方を一から教えてやらないといけなさそうだぜ。ガチャ終盤に入ってだいぶ勢い取り戻せたわね。続いて100連目、これが最後になるが残念ながら通常演出だぜ。せっかくのカラフェスだから最後に星4見て終わりたいところではあるわよね。さあ星3はいい感じに排出されたが特に何も起きない10連だったな。あっという間に予定していた100連が終わっちゃったわね。あれ待って、この人なんでまだ引こうとしてるの？でしかも確定演出出てんじゃねえか。あら？なんかうぷ主から伝言が届いたわよ。なんて書いてあるんだ？最後のガチャが星4なしじゃ終われねえよな。さすがね、特に見せ場もなく終わるわけにはいかないわよね。てかさっき重要な何かを見落としてなかったか？ちょっと巻き戻してみましょう。星4 2枚も出てるじゃないのよ。おいおい、おまけで追加10連したらまさかの神引きになってしまうのか？一体誰が当たってしまうの？悪くないな。この子数分前に一度会ったことがあるな。まさかの文化祭みずきちゃん、こんな早く被ってしまうとは。いやだが、しかし星4はもう一枚残されているぜ。そうね、被ったとしても思いの準決勝になるし非常に美味しいわね。あとはアキト様かみきちゃんか朝日奈ちゃんかるいくんだぜ。どうして蓋をしてしまったの？みきちゃーん、ここに来て限定ミクちゃんを打ち抜くとは。さっきのミズキも選択メンバーだから実質ピックアップ2枚引きね。おいおい、追加10連でこんないい引きしたらうぷ主が気持ちよくなっても視聴者さんは飯まずだぜ。いやーしかし最後の最後ですごい引きを見せてもらったわね。いくらカラフェスとはいえ星4 2枚引きは十分神引きだ。あれ、この人何また引こうとしてんだ。でしかも確定演出出ちゃってるじゃない。おいおい、ここでまたうぷ主から伝言が届いたぜ。なんですって？内容は二枚引き気持ちよすぎだろー、指止まんねえんだけどー。あーもうガチャ引くのやめられなくなっちゃったみたいだぜ。調子に乗ってるけどまた星4出ちゃってるのよねこれ。まあまだゲットできない限定メンバー半分もいるからな。これじゃあまだ終われねえよな。本当にまた当てちゃうの？あと悪いくん、アキト君、朝日奈ちゃんの3人よ。もう、なんなのよこの占い。占いの結果選ばれたのはアイリちゃんだったぜ。さすがに連続限定メンバー獲得には至らなかったわね。これ以上限定当て続けたらうぷ主の身が心配にもなってくるぜ。さあどうやらまだやめる気はないようね。またも確定演出、一体いつまで続くんだ。さっきみたいな星4複数枚引きをまた見たいわね。一体このぐるっと回る初音ミクを今までに何回見てきたことか。さあ星4はなんと1枚目いきなり来るわよ。ちょっとなんだよこのねねちゃん、かわいすぎだろ。りんちゃんのカードなのにこんなのねねちゃんに目がいっちゃうじゃない。あそこまでかわいい草薙スマイル他にあっただろうか。さあここまで130連引いたけど追加で引いた30連全部星4当たっちゃってるわね。もともと100連で終わる予定がこんなに当たったら、あ、そりゃ引きますよね。でもここでついに通常演出が来てしまったわね。むしろこれ以上星4出しちまったら事故に遭わないか心配になってくるぜ。途中通常演出が続いてたからその分がまとめて帰ってきたわね。ここまで140連。ここいらが潮時だろうな。というわけで入手順で並び替えるとこんな感じね。最初に出た星4がここのルイ君だったから、140連の結果かぶり含めて星4は全部で9枚も当たったんだな。かぶった星4が水木の1枚だけっていうのもかなり運が良かったわね。ということでプロセカ2周年本当におめでとうだぜ。今回のカラフェス引いた人はたくさんいるだろうからみんなのガチャ結果もぜひコメントで教えてほしいわね。ここまで見てくれた全員に感謝だぜ。